ああ。取れ高重視で。テンション高く。じゃあ僕めっちゃテンション低くいきます。僕めっちゃテンション高いんですよ、でも。いつもじゃあ。というわけで今回は、カタパトリオと、前からやろうと思ってたんですけどね。これ始まってるんですか？始まってますよ。始まってるんだ。というわけで僕の確定枠補欠に入ってたカタパルトを解放する。アビリティは、ないです。心が光ってればいいんですよ。気持ちの問題です。編集で光らせましょう。もう。名前カタパルトじゃないですか。愛情がない。待って、やな先生もカタパルト。なんで逆になんでクリキントンなんですか？カタパグルに命名詞がいるんですよ、カタパルトは。あなたのカタパルトはクリキントンですみたいな。誰ですか、そんなこと言った人。ジーマンさんっていうカタパグルの女神です。創設者じゃないですか、カタパグル。50人にカタパ命名してましたから、最近なんかふざけたプレイング多すぎて、僕毎回名前隠すのめんどくさいんで、これちょっと真面目にやりましょう。一回勝ちに行きましょう。はい。もちろん。ね、ちょっと待って、フラグになってるから。違うバルキリーどうするかずっと喋りましょう。僕、対空ないです、これ。なんでこれで。ちょっと待って、どうせね。どうせ出るから何が出るのかも分かんない文脈なんで、はいはいはい、まとめて全部カタパで返す。ほらほら、はい、強い、はい、強すぎる。カタパに解放っていう、ほらほら、これ勝てるんじゃないですか。動揺してる、動揺してるぞ、動揺してるぞ、動揺してる。我々も動揺してるけど、そうですね。あー、グランドクロス、グランドクロス、力押し、力押し。いや、これ絶対名前隠さないといけないじゃん。めちゃめちゃカタパ歩いてる。よし、いいよ、そう、上の方はね、なんかあれなんですよ。これ、壁を、はい。あー、いい壁だ。あー、はいはいはい。おー、それ、カッパ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 。あれ、これもう、ひたすら守るみたいな感じですか、もしかして。そうですね。あと、ひたすら、カットでお願いします。あれ、なんかありますか、カタパルト的な。見せ場。なんで下じゃん、下じゃん、絶対。まあまあ、親を殺されたカタパルトなんもうみんな使ってたんですか、カタパ。使ってる。バリバリ。あ、やばい、負ける。やばいな、はい。いや、これ負ける、負けちゃダメだ。ナイスゴーレム。え、逆になんでゴーレム。あー僕はちょっとこのゴーレム審議したら5秒ぐらいでやられてましたけど、ゴーレム。待って、それラグじゃない？ラグじゃないですよ。どういう言い訳ですか？初めて聞いたんですけど。カタパグルの人に怒られるの、これ。恥さらしって言われちゃう。僕も一応カタパグルなんですけどね。怒られますよ、これ本当に。怖い人たくさんいるんですか、あのグル。消されるかな、僕。最近実況者肩身狭いですからね。なんか言われたい放題ですよね。悔しいですよね、あれ。1やったら10で帰ってくるんで。僕、なんもないですけどね。止められたばっかりなんで、もう。どんどん鼻が伸びてくる。止まらなくなっちゃって、もう。サイよね。はい。サイよね。いや、もう違うんだって、カタパは。前の剣士と同じ装備なんで、これ。そうじゃない、そうじゃない。でかボリューミーなんだけど。全力で進撃していきましょう。なんか一生懸命砦だけ削ってんだけど大丈夫ですか、ね、サイはどこ行ったのか。もういいっすね。はい、あー、いいっすね、いいっすね。予定通り。はいはい。はい。はい。僕、そこには出せないんだよ、ラグームには。いいっすね。強すぎる。強すぎる。強すぎる。行くしかない、これ。これ行くしかない。終わった。カタパを信じる心が足りない、本当にうさこさん、まだ。カタパを信じるっていうか、今のはゴーレムが打たないことを信じる。ナイスゲームなんですけど。オッケー。あ、取れた。相手迎撃いないぞ、これ。迎撃いない。もうカマキ外れた。ある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 。上、こだま。いや、いないですよ、いないですよ。あ、ね、あ、そういう、あるか。ワンチャンあるか。そう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 。ワンチャンのある。あとまだ2分あるんですよ、衝撃が。はいタートルキャノンだろ、タートルキャノン。カメ、重ねた。剣士で決めよった。なんか分からんかったな、今の。サタンが強かったです、単純に。サタンなんだ、今の。サタンなんて、いつ出したか覚えてないですもん。引きつけてくれて、ゴールもやれたっていう。あー、そうなんすね。今、カタバほんと強いですね。これ31レベルなんですけど、僕。そこから3段階ぐらい進化しますからね、カタバ。27装備なんで、あと4段階ぐらい進化します。全然じゃねえか。もっと言えば、フード装備なんで、体。もうあ、やばい、僕2匹出してる。
バーカだ色が渋滞していく渋滞していく渋滞渋滞していくこれは逮捕案件いろんな意味で逮捕案件これ取られてもいいですもんね大型さんも絶対してほしい大型来ないから大型来るわけないですよねこれ大型来るわけないなここ大型行ったら多分秒で解けますよやはり上から来てる、うん、上から来てるカナマあ、僕の生き残ってるあやばいかこれやばいかやばくないかで言ったらもう最初からやばいっすよあとバルキーを抜けるかどうかいや抜けないな抜けないなあやばい大事な最後のチビブル切っちゃった一生大切にしましょうこいつあのバルキリーやれるまで一生こいつに頑張ってもらいますあすごいすごいすごい奥の手秘蔵の肩があれまだいたんすかあ僕もいたはいはいはい強いシュレッと狙っていくすごい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 これオークでオークでっっしっかりワンチャンワンチャンあるぞこれあー全部返ってきた全部返ってきたあんだけやったのに白前まで到達したのオークだけっていうなんでバルキリーが終わらせに来てるなくそまあこれも名前隠さなくていいかなバルキリーやっぱ強いっすね2秒で詰みましたもんねあすごいすごいさすが飛ざがあるなそうですね分回さなきゃ僕ちょっと裏を変えてきます秘蔵のキャラにひっくり切るかなと思ってなわけないじゃないですか大型ひっくり返すのかさてはそれしか勝ち筋がない人になってる大型ひっくり返したところで多分ボロボロの大型っすよそれ対空さえ引けばなんとかなるんですよねでも僕対空っすよエルフか何中型なんすかねあんなもう任せてください本当にこの企画でさらに中型固定とか縛りプレイにも程があるけど勝ちましょう絶対に真面目にやりましょう悪ふざけマジで、うん、真面目にああもうすごいな悪ふざけは絶対ダメ本当に悪ふざけいやもう誰人に悪ふざけしてないと思いますけど誰人に悪ふざけしてないと思いますけど僕の言った意味に関しては理にかなってるんですよケンジ出すのもったいないから僕のサタも理にかなってますから相手この陣形結構嫌なんじゃないですかあ僕ちょっと裏を変えてきます既存のキャラにでも僕対空っすよそんなこせいことしますこのゴリ押しの環境であのナメコあるじゃないですかあのナメコ困るじゃないですかこうやって肩パラ一発出してナメコああああれはい後ろ見えないです後ろはまあまあ間に合わなかったら落城ってことで、まあまあ、そうですねこっからはタイマーさるんですあすごいですどんだけキャット嫌いなんですか倒せうわー強いそれは取れない。誰か取れたー。僕だー。足持ってるの僕だー。はい。いやーよこせ。ポン。はい。ああナイス。もう時間がない時間がない時間がない。時間がない。やばい。時間がない。MA 治療 MA 治療。MA そうですね僕は MA。ラビットが取られた。大事に。ああすごい。ちょっと待って。こっちだ。あ一発されてる一発されてる。コマンドル。そのまま出てない。上手すぎる。とりあえずカメで入れときます。ただの嫌がらせ。ワンチャンあるぞ、ワンチャンあるぞ。ナビが？あるある、全然ある、全然ある。いい勝負すぎる。名人だったわ。チャンネル史上初の。あれ？え？え？やばい、やばい。やばい。ごめんなさい僕ちょっと言わないといけないことがあって肩パ最初の1匹しか使ってないんですよああ次フェス頑張りますかそうですねというわけで今回から唐突なんですけど動画の終わりにコメント返信&小話をするっていう企画を時々やろうと思いました尺伸ばしとかいう鋭いコメントやめてくださいできるだけそうならないように頑張ります今回はそうですけどでもちゃんと他に視聴者としっかり交流したいっていう目的もあるんですよ理由としまして最近コメントの返信ができてないんですよね時間はある時はあるんですけどちょっと心のゆとりがないって言いますか少しサボってる部分がありましてどうせこのまま返信しなくなるくらいだったら動画を作るっていう名目で気ままにやって
った方が楽しいんじゃないかなと思ってこの企画を始めました。で早速コメントの編集をやっていこうと思ったんですけど、みんな動画の感想をしっかり書いてくださる方が多くて、質問とか返事できるコメントが少なかったんですよね。もう真面目かついい人ばっかりですか。あのもう少し遊んでも大丈夫ですからね。ウザゴンさん何食べたのみたいな、動画にかすりもしないコメントが多少あってもね、ふざけるなーなんてねならないので、まあでも確かに動画内で少し話してましたけど、本当温かい人多いですよね、ネットって。いただけるコメント全てが皆さんが想像してる以上にいつも支えになってる部分が多いです。ありがとうございます。なんだこの恋恋みたいになっちゃってる。まあ話は戻って、なので質問やお便りみたいなのはこの動画からぼちぼち見ていこうかなって思います。たわいもない質問でも相談でも目に入ったら何でも採用するので、あーでも育成相談だけは少しだけ具体的に情報いただきたいかもですね。そういう育成相談も細かく話せるので、はい、そういうところがメリットかな、この企画は。もっと言えば僕以外の方の質問も多ければゲスト枠でここに呼んでね、聞いてみるのも面白いんじゃないでしょうか。普段コメントしてなかった方もぜひこの機会にいかがでしょうか。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。ちなみに今映ってるこれアスカさんのフリー対戦動画なんですけど、本当は負けてる試合もあるのに勝ってるやつだけ採用しちゃいまして。